藤原俊介は、田村がたり並びに、坂の上の田村マロ伝説に登場する伝説上の人物。文献によっては、田村俊介などとも記されている。おとぎ造史、鈴鹿の葬史では、藤原俊介という名前だが、屋上瑠璃、田村三代記では、田村俊治の名前で登場する。俊へ将軍の子、俊介は50歳になっても子供がおらず。 心に叶う妻子を求めて上洛すると、ある時佐賀野で出会った天女の化身とちぎりを結ぶ。身ごもった妻は三年間体内に宿した後、七日間は、産屋に近づかないよう言い残した。しかし七日目に約束を破って、産屋を覗くと、妻は百キロ余りのオロチの姿となり、二本の角の間に美しい赤子を乗せ、公職の下で眠って遊ばせていた。八日目に、 うぶやから出てきた妻は、約束を破ったのでこの子は、日本の主にはならないが、天下の大将軍になる、なおひ、たつまるとせよ、自分は、マスダが、池のおろちであると告げて去った。田村三大記の冒頭では、都の空に妖精が登場すると、帝に呼び出された、天文博士の安倍の生命や鴨屋ヤスノとエ山ザンスが、帰還して、妖精が随調と占われると星が砕けて同時が、 誕生するという英雄物語にふさわしい始まりとなる。方言物語など、古くから突如として現れる、客星について、天変地異の前兆として記されている。年春は、支配体制を脅かす存在として、星祭の段で劇的に登場した。星が砕けて同時が誕生するというモチーフには、深い意味があることから、星彩と別称されている。渡辺本。 青の本、鈴木本などで、大星が落ちてきた場所こそ異なるものの、総合すると、北斗明見信仰を背景に剣とかぶ屋を持って、武神の誕生を描いていると解釈される。佐賀天皇の時代に、王城の北西の空に三尺もあろう。大星が突如として出現し、昼夜ともなく、高校と輝くという異変が起こった。東をはじめ金国後機内の人々は、恐怖におののいた。 三が天学博士に占わせようと戦時を下すと、富の工事大納言、高倉正政教が、鴨も安則に勅命を伝えた。早速占った安則は、これは国の教授とも吉事ともなります。急ぎ比叡さんの座雑を召されてご祈祷なさることが大事ですと想像したため、三はすぐに直視を立てて、座雑を招いた。雑は代理の聖寮殿にごま団を飾り、 簡単を砕きつつ祈った。すると、大星は砕け散り、南東の方へと飛んでいった。同じ頃、丹波の国と張馬の国の官僚、右大弁、立花のエ模作が散大しようと丹波と張馬の境、小石原に差し掛かった時、妖精が大空から砕けて降りかかり、やがて付近の草群から、かすかな声が聞こえてきた。書き分けてみると、そこに、 玉のような童子が剣とカブを持ち座っていた。童子の目の中には観音像がお立ちになっている。右大弁はあまりの不思議さに童子を抱き上げて戸へと登った。右大弁は散大して不思議な出来事を話すと、帝はドワやスノリに占わせ、この若君は天からの賜り物、我が国の将来に大切な方であると答えたので、喜んだ帝は若君を星丸と名付けて、 までの工事中名言に預けて養育した。成長した、星丸は、文武両道の若君となり、遊びでは横笛を吹き奏でた。その音色は天に響いて天神が守り、笛の音に合わせて、羽衣の袖を翻して遊びたわむれた。十歳になった、星丸は中納言に伴われて三大し、帝は、若君の素晴らしさに感激して中将に任命すると、 田村俊春と名を与え、冠、無理、小族に二条の館も添えて賜わった。中納言は三日三夜の桜の花も舞うかのような、盛大なご祝宴であった。十六歳になった俊春はある時帝から召されて、三代すると横笛で天神をあもらせ武学で先定の戸ぶらいをしたいと命じられたが、天神の武学は、天竺と卒天の梵天王の大場でなければ、 奏でられないと断った。これに帝は激怒すると一回と感触を剥奪され、越前国三国が裏いと配慮された。配慮された年春は、寂しさから和歌を読み監視を作り、夜になると横笛を吹いて、廃所で過ごしていると、近くの老若男女が、殿は君の夜笛を弔問しようと通い始めた。ある夜更けに音色に惹かれた耳麗しい女性が現れた。不思議に思って尋ねると、 水しのため夜は仕事で参れないという。不憫に思いつつ、横笛を吹くと、その女性は、空が明るくなる頃には姿を消していた。それ以来、毎日夜更けに通う女性と、いつしか、ちぎりを結び、女性は、年春の子を解体した。三年が過ぎても女性には出産の気配がなく、不審に思い尋ねると、女性は、梵天水上国の生まれで臨月には三年三月、 かかると答え、湖水の上にうぶを建てて欲しいと願う。年春は茂は、が池にうぶを作らせると、女性は礼を告げて百日百夜の暇をこい、その間はうぶを覗いてはいけないと言い残して、中にこもる。九十九夜になった日、年春は待ちきれずに、うぶへ近づくが天が黒雲に覆われ、雷鳴が轟き稲妻が光り、台風が吹き立て、大木古木が折れ、 池の水が激しく逆巻き、大地も振動し、鬼火が飛び交った。しかし年春は立ち忍んでうるやを覗いてしまう。中には二十キロ余りのおろちが、紅の下を巻き出して、立派な若君をめでていた。年春は身を震わせて、廃所のようで眠れぬ夜を過ごした。翌朝、女性は、あでやかな姿で赤子を抱き、年春のもとへと訪れる。 年春の膝に赤子を置いた女性は涙を流し、約束したのに正体を見られて恥ずかしいという。続けて自分は、茂井が、池の竜砂王で、年春の横笛に心を寄せ、女性に変化して、仮のちぎりを交わすと若君を宿した、せめて二歳になるまで育てて、年春にお仕えしたかったと答え、若君に二本のかぶら屋を与えると年春に、若君が十歳の時に、 斜面の使いが来る、私は、田村家が三代続く、よう進言すると言い残し、おろちに変化して、炎を吹き出しながら死霊が池へと飛んでいった。龍三王は三つ輪の祖や落ちぶさと西洋を気分を残していたので、若君にかぶら屋を含ませたところ笑顔を浮かべた。若君はおろち丸と名付けられた。おろち丸が十歳になった頃、年春は許されて都へと戻ると、おろち丸と共に散大して、 中納言に任命され官と小族を歌手された。ありがとうございます。